よし、いくよ。おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決ですゲーム、続きやっていきたいと思います。前回で、全員の自己紹介が終わったので、ここからまた違う議論が展開していくんじゃないかと思うんですが、今のところ私がもう愛着が湧き始めているキャラクターは、ジョー君、ケイジさん、銀君。で、ちょっと三島先生も好きになってる。で、レコさんは個人的に強い女の人好きだから、結構もう好きになりかけてる。で、あれだよね、この子の名前そういえば聞いてなかったね。全員の自己紹介終わったって言ったけど。この子お話聞けるかな？どうかな？まだ震えてる。大丈夫？落ち着いたら少し話を聞かせてくれないか？私、木槌カンナって言います。会話はできるようになったか？カンナのこと、もっと教えてくれるか？はい。私、中学生です。それから、焦らなくて大丈夫だ。お姉ちゃんと、学校の帰りに、アイス食べて、夕飯食べれるかな、なんて話しながら、歩いてただけなんです。突然、道路に止めてあった黒い車から、怖い人たちが。そうか、怖い目にあったな。はい。お姉ちゃんか。今の話だと、二人揃って捕まったように聞こえるけど、ここにはカンナ一人しかいない。なんとなくだけど、今はそこに触れたらまずい気がする。ここへ来てからのことを聞いてみようか。それでも聞いてみるだとなんかすごいね、ほりはほり聞く感じになっちゃいそうだから。自分から話してくれるのを待った方がいいと思う。ここへ来てからのことを話してくれるか？ここ、来てから、お姉ちゃんが、サラ、カンナの様子はどうだ？気を失ってるみたいです。くそ、マジ許せねえ。死んだだと？この子が何したっつんだよ。犯人には人の心ってのがねえのかよ。どうやら、これは冗談やドッキリじゃないみたいだね。もう嫌です。ひどすぎますよ、こんなの。おいおい、みんな取り乱すなって。おまわりさんはここにいるんだから。なあ、刑事さん、頼りはあんただ。俺たちはどうすりゃいい？ずいぶん態度が変わったね。とりあえずあれだ。お互いここで手に入れたものを確認しないか。いい案ですね。雑ちょうどいい。言おうと思ってたんさ。こんなもん拾ってよ。なんだそれ。でっかい箱だにゃん。スイカ一つは入りそうですね。これは最初の試練で。そうじゃ、むしろこの箱を持っていくんが最初の試練の内容だったんやが。そうなんだ。じゃあ九太郎さんは一人だったってことかな。最初の試練って内容違う人もいるのか。その話は後。まずはこの箱を開けてみようか。あかんぜよ。鍵穴があるっちゃっきね。よう、読みづらいな、九太郎くん。サラちゃん、何か手はないかな。私ですか。その戸惑う感じが面白いからね。刑事さん。もはや理由になってないな。操作説明。
アイテムをタッチすると所持しているアイテムを誰か、かっこ何かに使うことができます。なるほどね。いやーっていうか、カンナちゃん、そっか、お姉ちゃんと最初の試練で、あれか、お姉ちゃんが死んじゃったんだ。なんか読むのに必死で映像をちゃんと見れてなかったんだけど、多分だけど、ジョー君と私っていうか、ジョー君とサラちゃんと同じ最初の試練をやってる臭いよね。で、多分、そのサラちゃんがジョー君に鍵を渡したみたいに、お姉ちゃんはそのカンナちゃんに鍵を渡したんだろうね。で、カンナちゃんは、その、助ける方法がわかんなくて、お姉ちゃんが死んじゃったとかの流れなんじゃないかなって感じが今のところしてる。まあ話されてないからさ、その真実はわからないけどね。それだったらなんかすごい責任感じちゃうんじゃないかなと思って。いやー辛いなそれ。じゃあ一旦ちょっとセーブして、アイテム赤色の鍵、あーこれをじゃあ使うってこと？ここに、はい。追加が入りそうなほど大きな箱だ。選んだアイテムを使ってみようか。おおお、これだ！なんかすごい、あれみたい。言わないけど。何とは言わないけど、私の好きなあのゲームにちょっと似てるわ。鍵はしっかりと鍵穴にはまった。三つ鍵穴がある、ということは、私たちの鍵も使えますか？試してみましょう。あと、カンナちゃんも、もしかしたら、カンナの服から赤い鍵を手に入れた。削ってないけど、試してみよう。二つの鍵もしっかりと鍵穴にはまった。よーし、危ないかもしれないし、おまわりさんに任せて。開いたね。何が入ってますか？あー、見ない方がいいかも。しかし、刑事さんが言うより早く目に入ってしまった。え、何？そこにあったのは、人の、ええー、頭だ。マジ？はぁ！マジかよ。待って、それ人形じゃない？え？あ、本当だ。あ、これは、手紙？体を見つけて、私を返して、手も足もないから。体を見つけて、体がどこかにあるのでしょうか。見つける必要なんかあるのかにゃ。こんなの罠だわ。そうだね、手紙通りにする必要はないと思うけど、そろそろこの部屋以外も探索してみようか。あ、危なくないですか。帰りてえしな、じっとしてもいられんちゅうが。数人でまとまって動こうぜ。誰か怪しい動きがないようにだろ。うん、怖いです。最初の試練みたく恐ろしい仕掛けがあったら。なら、ナオと私でカンナを見ておくよ。お前ら危険だったらとりあえずここに戻ってこい。それじゃあ私は誰と行動しようか。あー、ジョーを信用できそうな人、見張るべき怪しい人、単独行動。まあ今のところ信用できそうな人と行動したいっていうところだけど、それってジョー君のことじゃないのって思っちゃうけど、見張るべき怪しい人って誰のことだろうね。怪しい人？あー、まだ全然わからんけども、なんか見たことありそうだなって言ってたカイさんとかが怪しいってことなのかな。でもそしたらなるべくあんま一緒に行動したくないから、信用できそうな人と行動しようかな。そうだな、力がある九太郎さんとか、ナオさんのお墨付きがある三島先生、単純に子供だから銀くんとか、みんな見た目は怪しいな。ねえサラさん、一緒に探索行かない？うさんくさい。なんだろう、なんか君うさんくさいんだよな。なんだろうな、何がそう思わせるのかはわかんないんだけど、最初のさ、影の立ち絵が君だったから、なんか怪しいんじゃないかと思っちゃうんだよな。ごめん、信用できないなら別にいいんだけど。そんなことないですけど。そっか、
ならよかった。僕はサラさんのことを信用してるよ。簡単に信用してるって口に出して言う人は信用できないですね。で、簡単に信用なんて言葉使うから怪しく見られるんだよね。なんかよくわかってるな。私の発言なんか聞こえてるみたいな感じに聞こえるわ、そうくん。ですから、別にそうさんを怪しく見てないですよ。いや、私は怪しく見てますよ。よーし。それぞれ大怪我しない程度に探索を始めましょうか。情報は共有するように。ね。対話収束。なるほどね。おー、まあこれは置いといて。それじゃあサラさん、行こうか。最初の試練、人形の頭、体、何か手がかりを見つけ出そう。なるほどね。まさかこのうさんくさいソウ君と一緒に行動することになるとは。じゃあセーブしましょう。で、さあ探索することになるんだけれども、まずここの3人の様子見てみるか。気絶したカンナをナオとレコが解放している。サラ、危なくなったら逃げてこいよ。体張る仕事なんて男どもにやらせればいいんだ。ああ、でもそこのニット帽のもやしっこには荷が重そうだな。お前も逃げろよ、ちゃんと。ひどい言い草だな。頑張ってくださいね。うん、わかった。じゃあ移動しましょう。でもめちゃめちゃドアあるけど。これ何個移動先があるんだろう。わー、ハテナがいっぱい。じゃあまず1個目から行ってみようか。お、自動販売機。緑色の自動販売機が置いてあるね。飲み物が売ってるみたいだけど、お金がないからな。あー、そっか、お金0円ってそういえばデータにあったわ、ここに、左下にね。値段の高い自動販売機が置いてある。水もジュースも全部1000円だって。足元見るよね。なるほどね。じゃあ飲み物は買えないわけだ。で、ここにバーって書いてあるな。バーも行けるのか。酒場広間、なるほど。じゃあ酒場行ってみよう。おー、あ、三島先生と銀くんが一緒に行動してんだ。へえ、面白い組み合わせ。ここはバーみたいだね。お酒がたくさん置いてあるみたいだけど、サラちゃんは未成年だからダメだよ。ソウさんもこんな時に飲んじゃダメですよ。こんな時だからこそ飲みたいと思う人はいそうだけどね。そうだね。なんか結構和やかな会話できるじゃない。テーブルの側面に何かある気がする。邪魔な椅子をどける。ああ、やってみよう。はい、引き戸が出現した。なるほど。あ、まあじゃあ引き戸の前にちょっと話聞こう。三島先生は部屋を隅々まで調べている。うやー、サラさん、危険な目にはあっていませんか。くれぐれも用心してくださいね。三島先生ね、喋り方と見た目すっごい怖いけど、めちゃめちゃいい人っていう感じがするわ。なんか、なおちゃんもね、信用してるって言ってたしね。銀は低い目線から探索をしている。酒場ってお酒ばっかりあるにゃん。お酒は嫌いわ。飲んだくれの父ちゃんはもっと嫌いだにゃん。お父さん、酒癖悪いの？迷惑してるわ。酒は飲んでも飲まれるなって言うよね。僕も飲める年だけど、気をつけなくちゃ。すごい雑談するじゃん。様々なお酒が並んでいる。並んでる酒に特に怪しいものはなさそうだ。なるほど。で、これは何？黒板には名前がずらりと書かれている。飲酒家、アリス、カイ、カズミ、ケイジ、シュンスケ、ソウ、ナオミチ、マイ、メグミ、レコ、キュータロウ。なんか全然知らない人の名前も結構あるな。カズミってあれだよね、三島先生だよね。カイさんは佐藤カイさんか。カイさん、カズミさん、ケイジさん、ソウくん、レコさん、キュータロウさんは知ってるけど、他の人たちは知らないね。この人たちも、いずれ出てくるのか、それとももう死んでしまったのかって感じかな。飲酒不可。アンズ、カンナ、ギン、クギエ、サラ、ジョー、ナオ、ヒナコ、ランマル。なるほど。アンズちゃんは知らない、カンナちゃんは気絶してる子、ギンくん、クギエちゃん知らない、サラちゃんとジョーくん、で、ナオさん、ヒナコちゃん知らない、ランマルくん知らないって感じか。結構いるな、知らない子。私たちの名前、知らない人もいる。まさか、さっきいなかった人は。
いや、そうよね。なんかもう死んじゃったのかなって思っちゃうよね。で、これは別に調べられない。じゃあ、引き戸を引きますか？引き戸を開けよう。開けてみようか。えい！いや！開かない！ひりきだな。僕じゃとても開けられそうにないよ。そうくん。本当にもやしっこじゃないか。え、じゃあ誰か、ちょっと手伝って、三島先生。何かあったら言ってくださいね、サラさん。ちょっと引き戸開けたいんですけど。え、ダメなのかな？あー、じゃあ今は開けられないんだ。なるほど。じゃあ、違うとこ探索してみるか？まず広間に戻る。で、まだ行ってないとこいっぱいあるからね。このハテナがいっぱいのとこ行ってみようか。これは？あ、まだ自販機ある。赤色の自動販売機が置いてあるね。どうやらタバコの自動販売機みたいだ。奥にあるのは喫煙所かな。もちろん未成年は買っちゃダメだよ。サラさんを不良にするわけにはいかないからね。今時不良でも吸わない人が多いけど。なるほどね。自動販売機にはタバコが並んでいる。取り出し口に何か入っている。葉巻を手に入れた。高級感があるね。葉巻？奥にあるのは喫煙所。葉巻なんかに使うんだろうな。で、遊戯場か。ゲームって確かに書いてあるわ。じゃあ、遊戯場行ってみよう。なんか、すごい、なんか、穴開いてるけど、床に。ここは、遊戯場？にしては、ずいぶん寂しげだね。何か仕掛けがありそうですね。サラさんの洞察力は頼りになるな。これだって床が抜けてて、ここにダーツがあるって感じかな。ダーツ台だね。殺風景だね。こんなところで遊んでも寂しいだけだよ。で、これは？下にはとても深い穴が開いている。うわ、とても深いね。風が吹いているみたいだけど。うん。で、これは何？ダーツ台の上にあるのは、なんだろう。風が吹いてるみたいだけど。ああ、なんか風でダーツをこう投げるの邪魔するみたいな感じかな。これは何？赤いドアは固く閉ざされている。気になるね。で、こっちは？青いドアは簡単に開くようだ。なるほど。いつでも入れそうだね。なるほど。じゃあ、青い部屋行ってみようか。はい。おーおー、いるね。なんだろう、あれ。椅子には人の形をした何かがぐったりと座っている。僕らも近づいて確かめてみようか。ちょっと怖いな。ちょっと違うとこ行っていいかな。なんか、これ絶対何かあると思うんだけど。これ絶対なんか仕掛け発動すると思うから、ちょっと一旦別のとこ調べていいかな。喫煙所のある通路。まず見てないところをね、見ていった方がいいと思うから。で、このハテナハテナに行ってみよう。お、なんだこれ。ここは食堂みたいだね。もしかして誘拐犯は僕らにここで食事をしろとでも言いたいのかな。で、これは何？机の上に何かが置いてある。これライターかな。ライターを手に入れた。高そうなジェッポライターだね。あー、これあれか、葉巻を吸う用ってことか。まあ私は吸っちゃダメだと思うからダメだけど。で、これダーツじゃない？机の上に何かが置いてある。小さなダーツを手に入れた。小さいけど高そうなダーツだね。先端が鋭いから気をつけなくちゃ。で、これは何？調理室への扉は固く閉ざされている。調理室があるのね。で、こっちはガラス越しに、めちゃめちゃ噛むね。ガラス越しには調理室が見える。こっちは？食堂の奥には真っ暗な空間が広がっている。ふーん。まあ、あとは、あ、食堂の奥行けんのか。行ってみよう。うわ、怖っ。物々しい雰囲気だね。赤いランプが不気味だよ。あの扉に入る勇気は僕にはないな。あー、そうね。うわ、鍵かかってないんだ。どうするサラさん。あ、入る？ちょっと待って。あー、よかった。ちょっとセーブして入ろう。入ろう。行くよ。あ、え？かわいい部屋。可愛い部屋だけど、これ、あれじゃね？体じゃない？その、さっきの人形の頭の体なんじゃないかな。いや、不気味。可愛い部屋だけど、超不気味。
だってウサギこんななんか、うわ、やばい、怖くなってきたわ。棚には何も入ってない。棚には何も入ってない。ぬいぐるみの傍らに何かが置いてある。拳銃の弾丸？結構軽いような気がする。それよく見せてよ。あ、これ飾り弾だよ。あ、飾り玉っていうのか。飾り玉？要はダミーの弾さ。銃に入れて撃っても発射されないおもちゃみたいなものだね。偽物なんですね。まあ、とりあえず安全さ。そうだ、刑事さんに見てもらおうよ。僕らよりちょっとは詳しいだろうし、何かわかるかもよ。そうだね。犯人の手がかりが見つかるといいが。へえ、不気味なぬいぐるみが置いてあると。で、これは？壁にはハート型の通気口のようなものがある。これがすごい怖いわ。で、まあ、調べてみる？これ。服を着た人形の胴体が壁に立てかけてある。まさか動き出さないよね。これって、もしかして、箱に入っていた顔と関係が、ドンキとして使えるのでは？ちょっとこれ、サラちゃん戦闘型で行こうかな。ドンキとして使えるのでは？発想の癖がすごいね。癖か？それよりもさ、箱に入ってた人形の頭と関係があるんじゃないかな。体を探して、そんなメモが入ってたよね。もしかしたら、箱の人形の顔、この胴体と合致するのかも。合体させれば何かが起きるのかな。かもしれませんが、少し怖いですね。そうだよね。まずはいろんな場所を探索しようよ。やっぱ怖がってんな、そうくん。でもこれが、ねえ、どうだろう。もう私が疑いすぎてるかもしんないけど、そうくん、すごい、こう、実はやばい人みたいな感じするんだよな。どうだろう。これで本当にただただひよってる人だったら、ちょっと申し訳ないんだけど、気絶したカンナをレコとナオが解放してる。これは同じか。オッケーオッケー。じゃあ、刑事さんがいるところに行けばいいのか。あれだよね、飾り玉を見せるって言ってたよね。っていうことは、遊戯場の中の青い扉か。はい。刑事さん、前にジョークにも話しかけよう。この大きな絵なんだろうな。気になるのか？ああ。壁から外して確かめてみようか。先に椅子とか調べやすいところから、ああ、間違った。先に椅子とか調べやすいところから調べようぜ。それにサラじゃギリギリ手が届かないんじゃないか？去年より1センチ伸びたんだ。甘く見るなよ。抜かすなよ、俺を。いずれチビと呼んでやろう。あ、すごい！何この会話、めちゃめちゃいいんだけど。ソウさんでしたっけ？嬉しいね。名前覚えててくれたんだ。当たり前っす。サラのことを見守ってサラのこと見守っといてくださいよ。むしろ足を引っ張らないように気をつけるよ。壁も調べられ、調べられないのか。で、ここにいるの九太郎さんだよね。どうにも怪しい空間ぜよ。九太郎さんは今何をしてるんですか？ザックバランに部屋全体を見回しとるきね。だがあいつら躊躇なく部屋の隅々まで探しよる。仕掛けとか怖くないんじゃが。いや、私は怖いよ。そうね、結構刑事さんもカイさんもすごい調べてるね。どうやらこれは人形のようですね。意味がありげに置かれていますね。頭の部分に重みを感じます。揺さぶるとシャプンと音がするんです。液体が人形の中に？喉が渇いたらここにストローを突き刺し水分を補給しろという誘拐犯の意図があるのでしょう。サイコパスすぎません？その発想怖すぎるんだけど。カイさんの発想も怖いし、それが誘拐犯本当にそういう意図があったんだとしたら、それもそれで怖いし。しかし頭部はだいぶ頑丈に作られてますよ。すみません、冗談を言ったつもりだったのですが。こんな時にですか。本当にすみません。何？なんか真顔で冗談言うタイプか。結構カイさんいいキャラしてんな。で、刑事さんに調べれると多分その飾り玉のことについて聞けるんだと思うけど、何か起こらない保証がないのでいちいちセーブしていこう。ちょっとアイテム見てみるか。
偽物の弾丸、拳銃で引き金を抜いても音しか出ない葉巻、ライター、赤色の鍵だよね。オッケーオッケー。じゃあ刑事さん。おーい、サラちゃん、手を出しな。はい。え、銃の弾丸を3つ手渡された。これはおまわりさんの私物じゃないよ。座席を調べてたら見つけたんだ。こんなもの初めて見ます。実弾ですか？多分ね。物騒だから持っておいてくれない？私がですか？俺が持つとジョー君が緊張しちゃうからね。かといってジョー君は受け取ってくれないんだ。頼んだよ、サラちゃん。なるほど。え、実弾と偽物の弾？これ絶対なんか使うだろ。で、これは？怪しい何かが椅子に座っている。どうやら人形みたいだね。人形か。調べてみましょう。椅子から下ろして調べてみましょう。あ、この人形椅子に固定されていて動かせないな。何か意味がありそうですね。でもよかった、急に人形が襲ってきたらどうしようかと思ったよ。ああ、で、これはしごの上にもあると。ん？なんだ。よく調べると人形と椅子の間に何かがあった。これは拳銃か？リボルバーを手に入れた。あら、お、そうくん。それどうするつもり、サラ？え、なあ、ごめん、サラさん。ねえ、その拳銃僕にくれない？あ、いや、え、どうしよう。でも弾入ってないのかな。弾入ってないんだったら渡してもいいかなって思うんだけど、どうだろう。え、これ、いや、何その顔って感じなんだけど。え、渡さなかったらなんかサラちゃんが弾もリボルバーも持ってる状態になっちゃうから、ちょっとこれソウ君にとっては怖いことなんだよね、きっと。私は、怖くないの？赤の他人にこんなものを渡して。うん、弾が入ってないから安心かい？ダメだよ、サラさん、自分で持っておきな。簡単に他人に渡しちゃダメだ。ああ、そうか。そうだね。まあそうだよね、人のこと信用しちゃいけない場所だもんな、ここ。でもさ、自分を信用してもらうためにもって思わない？どうなんだろう。わかりました。でも信用されるのは嬉しいね。まあ信用してるわけじゃないんだけどさ、君のことをね。ただやっぱりお互いこう疑い合うのはあんま良くないことだと思うから、そう、信用するために疑うみたいな感じよね。サラちゃん、どうだい、何かわかったかい？いえ、わからないことばかりです。特に妙なのが、この部屋には拳銃と実弾がありました。誘拐犯が私たちに武器を渡すなんて何の意味があるんでしょうか？うん、仲間割れさせたいのかもね。仲間割れですか？一人だけが優位に立てる武器、誰が他人に持たせたがるかい？武器を奪い合う争い、あり得たな、確かに。けど、おまわりさんたちにはサラちゃんがいたからね。罠にはハマらないってわけだ。なぜ私をそこまで信頼してくれるんですか？可愛いからね。何？ちょっと、口説かれてるんですけど。刑事さんはこれまでも意図的に私には信用を置くよう周りを誘導している。そうだね。刑事さん、多分何か考えがあるんだろうけど、そう、ちょっと、のらりくらりかわされてる感じがあるから、まだ全然意図は読めないね。なんでだろう。褒めたのに、怪訝な顔されるとは思わなかったね。そうだ、刑事さん。実は食堂でダミーの弾丸を手に入れたんです。何？刑事にダミーの弾丸を手渡した。何か手がかりになりませんか？調べてみよう。さて、調べている間どうしよう。そうだな。
うん。まあ話しかける？さっき俺試しにこの絵取り外そうとしてみたんだ。ガッチガチに固定されてて無理っぽいぜ。どうも。これ以上調べるのは無理か。なるほどね。九太郎さんは？そんじば、監視カメラがあるわけじゃねえのな。あ、そうだね。怪しいっす。で、カイさんは？真面目に探索するとします。なるほどね。じゃあ別の場所へ移動するってことかな？このダミーの弾丸、おまわりさんがしっかり調べてみるよと。少しいいかな、ちょちょちょ。はいはい、OK、OK。じゃあ、時間もいい感じなので、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。そうだな。これなんかすぐにでも何かあると思ったから、この部屋の探索後回しにしたけど、他にも調べなきゃいけないところがきっとあるんだろうな。では、じゃあそれを調べるところから次回はやっていきたいと思います。また次回。おつぴよでーす。